田ちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は視聴者の方に、はい、りさちゃんに聞きたいお悩み、はい、相談をやりたいと思います、はい、いつもはおしゃべりでお悩み解決してたんですけど、今回は実践というか、まあ練習場でできる解決策をやってみたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。続きましてりさちゃん、はい、今回のね質問はね、はい、結構ねゴルフやってる人が多くて、はい、言葉がすごい、言葉がすごい、なんかこう用語が多い、しっかりしてる、はい、いきます。あの続いての悩みはアームローテーションについて、はい、秋より山本さんだいぶ刻んできたドライバーからロングアイアンまではアームローテーションで思いっきり捕まえに行ってちょうどいい感じですが、ミドルアイアン以下ではどういう認識すると力んでしまう、うん、ダフったり曲がりすぎたりと安定しません、うん、ミドルアイアン以下もしっかりアームローテーションを意識した打ち方で習得すべきか、番手ごとのスイングを使い分けていいのか悩んでいます、うん、でもう一人先にババッと読んじゃいます。はい、朝朝さん、夫婦で拝見しています。ありがとうございます。左肘の抜けが治らずアームローテーションができないと相談しましたが、ヘッドカバーを脇に左脇に挟んで打つといいと言ってもらい早速練習しました。しかしどうやら素振りの時はだいぶマシのようですが、実際はできないといった悩みです。で最後ね、ヒロ M さん、正しいローテーションを教えてほしい。ローテーションでフェースの開きについて結構みんな間違ってると思うので、正しいローテーションができればそれだけヘッドスピードや初速は速くなる気がしますという感じが来てますが、ローテーションですね。まずどういう風にローテーションするんですかってことですね。そう、質問内容が。そう、まあなんかなんて言えばいいですかね、そのまあ肘が抜けた、うんうん、曲がる感じ、うんうんうん、みたいな。なるほど、うん、こうクラブをこう、うんうんうん、使う感じみたいな。そうそうそう、アームローテーション、ね、うんうん、まあ、でもこの考えはすごく合ってて、私も一番最初に座った時はクラブを丸く使うようにとは言われた、うん、けど全然ピンとこなくて、うん、聞き流しました。おお聞き流しました聞き流した。これはちょっとよく分かんない、はい、で自分なりに落とし込んだのはどういった感じの自分なりに一番分かりやすく、あのどうやったらアームローテーションできるかなと思った時に、本当に私の実体験だけど、あのプロのスイングをとにかく見た、このゾーンをどういう動きをしてるのかっていうのをひたすら見たっていうのと、この動きをするにはどういうドリルをした方がいいのかっていうので、一番簡単なやり方は、足を閉じて、両足を閉じて、はい、このまま半分上げて半分打つ、うん、これだけ、はい、これだけでローテーションはできちゃう。半分、足を閉じて半分だけ上げて半分だけ打つ、うん、本当にこの3点だけで、うん、ローテーションしてる。でこのなんで足を閉じてるかというと、足を広げちゃうと横の動きがこう、そうね、入ってきちゃうので、横の動きは今いらないから、横の動きが入る途端にローテーションがなんかおかしくなるで、考えることがいっぱい出てきちゃって、ほんとシンプルにどうやったらこの手を使えるかなと思った時に、足を閉じて半分上げて、ほんと9時3時、時計で言うと、このドリルをやるだけでローテーションはもうすでにできてる、できてます。しかもどこでっていう感じは意識しなくてもいいもんね。もう体がそういう動きを勝手にしてくれる、うん、体の構造的にそういう動きして、ここから左の肘が抜けると取って、もう打てない打てない打てない、ちょっと打ってみ、足を閉じて、これもピッチングです。はーい、ボールは真ん中ぐらいですね、ちょうどここ真ん中ぐらいに置きます。でこのままちょっと軽く膝曲げます。はい、うん、その時ってさ、どこ飛んでいくとかってあるの？で、ね、右に飛ぶことはまずありえない。
ありえない。あ、じゃあ左に飛んでてって正解。左に飛ぶとまっすぐは出てない、うん、おー、ローテーションしてるのでこの動きがでこういう動きなので、うん、これで左に飛ぶって脇がとか肘が引けるか、うん、っていうことにつながります。はい。でそこから少しずつスタンス広げていったりとかすればいいの？そうだね、徐々に。今のドリルは手の手首のこの使い方のドリルなので、これがなんとなく、あ、こうかもできたかもって思ったら徐々にこう足を広げたりとか、フルスイングとかするという、うん、この足を閉じた状態でフルスイングはまずちょっと体的にいろいろ痛いから、うんうん、やらなくて。まあ、今のも正解でしょ、左に行くのは。だけど今のはちょっとダフってるので、これでナイスショット全然できるので、クリーンヒットできるので、クリーンヒットした時に、あ、この動きかっていうのが絶対いつかつかめるので、もう本当に地道になんだけどコツコツ、これもね、まあ、練習はドリルもね、コツコツだよね。本当にドリルは根気強くやらないとちょっと結果が、はい、でリサちゃんがさ、はい、さっき言ってたさ、昔やってたさ、短いクラブで、あの後で動画を差し込みますが、そうやってたアームローテーションの方法がありますんで、動画差し込みます。本当にこれはもう特注なクラブと、特別なクラブと特別な器具なので、うん、うん、この今の動画は膝をついてクラブを短く持って、この練習と同じことを立ってやりたかったんだよね。それを立ってやりたかったので、これはちょっとお父さんにお願いして作ってます。これはもう特別器具、特別器具を使ってます、はい、っていうので結構、それもそう、ローテーションが短い感じでやると分かりやすいかなっていう。そうだね、のでクラブを短く切って、感じやすいよね、あ、今できたとかさ。そうそうそう、ヘッドを感じやすいし、うんうん、ヘッドの面も分かりやすいし、うんうん、しかもどこで今変わったかなみたいなのも分かりやすいよね、うん、だから長ければ長いほど、だからドライバーになればなるほど、いつ、ね、いつローテーションしたんだろうって思うもん自分で。なるほどね、短いクラブで、まあ、短いクラブが多分普通に今売ってると思うので、それで、うん、お家で膝ついてなんか軽いボールとかで練習してもいいかもしれない。おお、ぜひ皆さんやってみてください。もう完全に私の感覚と実体験と、うんうん、やってきたことなので、これが全てがなんか正解じゃないので、広い心で見ていただければなと思います、うんうん、なので何が一番自分にとって分かりやすいかと、何が一番合ってるかっていうのをこうちょっとずつこうピックアップして聞き入れてもらえたらなと思います。100人いたら100通りの教え方があると思うので、自分にこれは合うなって思ったものだけ取り入れてもらえたらなと思います。ペコリペコリバイバーイ。チャンネル登録お願いします。